はい、どうも山崎原です。今日はですね、ニコンさんから、はい、こちらのねレンズが届きましたので、早速ね、試していきたいなと思っております。はい。で、まあ、ちょっとね、この 35mmF1.4 のね、情報っていうのは、まあ、非常に少なくて、特にこの日本国内の情報ってね、まあ、ほぼないんですよね。はい。まあ、そんな中で、まあ、私のところに、このね、レンズが届いたというところで、まあ、やっぱりね、私もこれ予約しましたし、まあ、実際のところね、まあ、どうなのかなというところね、見ていきたいなと思っております。で、まず私がね、もう、とにかくこのレンズをね、購入した目的っていうのが、まあ、このね、YouTube の動画撮影ということになります。はい。で、今ですね、ずっと使ってきているこの 24mmF1.8 をですね、DX クロップして、まあ、だいたい 36mm のね、画角で撮っているよというところで、もうね、この 35mm があれば、ベストなわけなんですよ。はい。で、まあ、35mmF1.2 のね、噂情報があって、まあ、それをずっと待ってたんですが、ただ、最近ね、私の方も、軽量化をね、進めてまして、もう 1.2 シリーズよりも、まあ、ここに来てこの 1.4 シリーズというか、まあ、この後どうなっていくか知らないですけど、はい。1.4 が出てきたので、まあ、私はね、こっちに移行していってもいいのかなと思っております。はい。まあ、前置きはね、長くなってもあれなので、ちょっとね、上げていきたいと思います。はい。で、本社移転ね、されるということですよね。で、抜けない。硬い。あ、来た来た。このね、開け方が、いまいち慣れないですね。はい。で、まずフードをちょっと出しておいて、これは、35mmF1.8 と、まあ、同じっていう噂ですよね。はい。じゃあ、これで、うん。で、本体がこちらということで、まあね、ちょっとお借り物なので、大切に扱ってという感じですね。はい。じゃあちょっとこれは、しまっておきます。よいしょ。まあ、製品版だと思いますね。もうこのタイミングなので、はい。はい。まあ、このね、サイズ感ということですね。まあ、ほぼほぼ、35mmF1.8 と、まあ、同じという感じだったので、はい。まあね、こんなサイズ感になっております。うん、まあでも小さいということでもないですよね。はい。まあ重さ的には若干重いのかな。はい。 1.8 よりも。はい。まあなのでね、詰まってるレンズの方もまあ違うと思いますけど、で、まあコーティングはね、まああまりされてないというところになるんで、まあ最近ね、まあコーティングばっかり、しているよりもゴーストフレアについてもまああえてまあ入れたりとか、で、ほとんどね、フィルターをつけてしまいますので、もうフィルターの影響によって、まあ、ゴーストフレアがね、出たりだとかもするので、素で使うっていうことはね、まあ、動画ユーザーとしてもあんまないんですよね。はい。で、今ね、こちらで撮っているその 24mmF1.8 も、ブラックミストをつけて、まあ、撮ってはいるので、まあ、それもあってね、ちょっとこの辺がモヤモヤするというところもあるかもしれないですね。はい。ということで、で、今、この、24mmF1.8 を DX クロップして撮ってはいるんですけど、で、それがね、やっぱね、このノイズが多少気になるんですよ。で、ISO 感度これ160でも、まあこんな感じなんで、はい、まあこれが、まあ DX クロップなくなって、で、しかもこの F1.4 っていうことになれば、私はね、多少なりとも良くなるんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、あと、Z6-3 になれば、まあ、もう少しいいのかなとか、はい。まあ、そのあたりも含めて、私もね、この、機材選びを、していってるよという感じになります。よし。ということで、まあ、外観ね、もう普通にこの 35mmF1.4 っていう部分と S ラインではないので、これね、MFAF のね、切り替えがないんですね。まあ、それがちょっと残念。はい。で、あと、メイドインチャイナになってます。はい。まあ、タイということではないということですね。はい。
まあまあでも、今撮ってるね、24mmF1.8 もチャイナなので、まあ同じ、生産工場になるのかな。はい。で、あとは、フィルター径が確か小さかったよね。62だね。はい。まあ62になってます。まあそんな感じかな。はい。じゃあもうね、早速入れ替えたいと思います。ちょっとフィルターなしでつけるので、一旦この 24mm ね、フィルターちょっと取りましょうか。はい。まあそのね、同じ条件で、見た方がいいので、ちょっと、ブラックプロミストを外します。ブラックプロミストを外したら、ノイズ感減るんかな。はい。で、今ですね、ブラックプロミストを外した状態になります。まあ、この辺のモヤモヤが多少ね、消えてたらいいとは思うんですけど、どうですかね。はい。まあ、なので、このね、素の状態でこんな感じ。はい。で、続いてね、この 35mmF1.4 を、まあ、つけてみて、まあ、どうなるかですね。はい。まあ、画角はほぼほぼ変わらないので、よし、ちょっと、つけましょう。はい、こちらがですね、35mmF1.4 の、写りになります。どうかな？やっぱりボケ感違いますね。はい、明らかに違いますね。いや、いいな。あと、ね、本当に問題なのは、フォーカスブリージングなんですよ。はい、もうこれは絶対に、もうあったら許されないところになりますので、どうかですね。まあ、ここのね、針。はい、まあ、ここのね、動きだとかを見ていただいたらいいのかなと、まあ、思いますけど、どうかな？ AF 今どんな感じしてたっけ？あ、 AF は早い。で、フォーカスブリージングも、うん、ないですね。はいはいはい。で、人物とか入れてないです。被写体認識はなしの状態ですね。ちょっと、行ったり来たりする時がある？多分ね、AF は33のはずなんですけど、はあ、まあでも十分早いですね。あ、いや完璧だな。うん。フォーカスブリージングもない。はい。ないですよね。ちょっと、結構この近くまでやったらどう？ iPhone を外す。あ、ちょっとある？まあ、あ、ないね。うん、ない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 。そこのボケてるところがじわっと。なんかワンクッション動きがありますね。これがやっぱね、ステッピングモーターの。あー、この動き嫌だな。手前に来るのは、まあそんなに違和感ないですけど。あ、今大丈夫か。はい、なんかね、一回ワブリンクというか動くところはありますね。うん、まあでもフォーカスブリージングは、ないですね。はい。うん、ここのこのテーブルの位置だとかも、変わってないので、まあ、ボケてこうね、広がってはいますけど、うん、ガンガン寄せて、よっしゃ。うん、まあ、こんなもんかな。はい。まあ、悪くはないとは思います。若干、こうね、ガクガクっと動くときはありましたけど、まあ、でも、十分だと思います。はい。いや、これはね、私にとっては、もう、この完全に YouTube 用のね、このレンズになるかと思います。で、あとはやっぱり、まあ、ポートレートムービーだとかもね、ちょっと撮りたいと思ってますので、まあ、久々に、私のね、お友達のモデルさんを、まあ、呼んでですね、撮ろうかな。ちょっとまたね、天気が悪くなってきそうなんですけど、はい。いや、いいね。まあ、ほぼもうこの、YouTube 用の、レンズとしては、完璧だと思います。はい。で、ノイズ感だとかもね、ちょっと見ておいてください。まあ、その辺は変わらないけど、ただ、F1.4 になったことで、ボケ感もね、まあ強くなりましたし、で、かつ、F1.4 になったことで、今ね、ISO 感度100になってるんですよ。まあ 1.8 の時は160にしてましたけど、1.4 になったことで、まあ100で、ISO 感度100で撮れるというところも、まあ非常にね、メリットになりますよね。はい。
であと、まあ、写り的には確かに言われてた通り若干ね、開放だと柔らかい雰囲気はあるかなという感じですかね。でもね、それも私はね、嫌いじゃないので、まあ、そのあたりもね、いいんじゃないかなって思います。ちょっとあとね、最後、ちょっとブラックプロミストをねつけた状態も見てみたいですね。はいはい、こちらがですね、ブラックプロミストをつけた状態になります。はい、ティフェンの、ブラックプロミスト4分の1になりますね。はい、いやー、まあでもこれはこれでまたねいいですね。はい、まあノイズ感だとかもあんまわかんないと思いますし、まあ ISO ね100になったっていうところはね大きいですよね。うん、でまあフォーカスの動きも若干ワンクッションありますねこれね。もうちょっとねスムーズになってくれたらいいけど、ワンクッションあるなやっぱり。もうちょっと滑らかになってくれたら、なんかね最後ガクガクっと、ガクガクっとなりますね。ガクガクっと、そこが気になるかな。24ミリだとそんなことなかったと思うけどな。なんかねワンテンポ遅い気がしますねこの AF の、相方が。速度どうなってるかな。はい、AF 速度を、マックス速くしました。で追従感度はプラス3になっております。まあ敏感気味というところですかね。それでいくと遅いね。ワンクッションやっぱ合う速さがね変わってもあんましだね。なんかちょっとでも AF がぎこちないな。なんかちょっと若干納得いかないかな。早いけど離した瞬間のね速度が遅い。遅いね。海外のあのレンズに近いような動きだなこれ。速さはあんまり関係ないね。はい、今度はですね、AF 速度は3に戻しました。で、追従感度の方を、敏感にマックスしてます。1になるのかな。はい、にしましたので、この方はいいね。このレンズに関しては、追従感度はねちょっと強めの方が、まあ、こういった、YouTube のレビューについては、まあ、向いてそうですね。そうだね、さっきよりはいい。そうね、これだったらまだいいかな。はい、っていう感じになるんで、やっぱねセッティングで結構ね、こういった AF って変わってきますので、ぜひね、まあ、その環境に合わせて、セッティングね、してみてください。まあ、まずは、まあ、このファーストインプレッションというか、まあ、もうこのね、ヘア撮りのだけのお話になりますけど、このね、35mmF1.4、いろいろとね、まあ、悩まれてる方もいると思いますので、まあ、私のこのね、検証だけでは、まあ、参考にならないと思いますので、またね、引き続き、まあ、いろいろとね、チェックしていきたいなと思っております。まあ、まずは、私のこの、YouTube の、撮影においては、まあ、ほぼ、完璧かなと思ってます。まあ、若干 AF の、ね、動きが気になるところはありましたけど、この、ね、追従感度にしておけば、まあ、ほぼ、良さそうなので、まあ、これで、ね、運用したいかなって思ってます。はい、まあ、そんなところかな。またいろいろと作例とかは撮っていこうと思いますので、何かね、ご要望とありましたらぜひね、コメント欄に残しておいてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね次回この動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。